今週も国会の話題がね一番だ。だけど相撲の方が面白い。なんだよ、バカにしてるよ、その笑い方。なんだよ、バカにしてるよ。何今バカにしてるんじゃない、ずっと昔からバカにしてる。ちょっと待てよ、いきなりね始まってすぐそういうこと言うことねえだろ。ほら、あ、いい音、今日いい音だ。皆さんこれ黙ってるべきですか、何回すべきですか、やるべきです。聞くなよ、そんなの。それならね、いい年してなんだって言うんだ。てめえのが上なんだよ。あ、上ぐらい、ね、相撲って言うとね、うん、俺ね、あの一大関がたくさんいたことありましたよね。5人ぐらいだね、あの時ね、うん、2場所負け越すと落っこっちゃうと、うん、そうそう、それでその次に10勝すればまた入ると、うん、ね、うん、カムバックできると、うん、大関、うん、そうすると極端に言うとね、10勝40敗で、まあ、一旦落ちるけど、うん、と8勝22敗かな、27敗かな、なんかで、うん、それ全敗して8勝7敗であればいいわけですから。そうそう、極端に言えばね、極端に言えばね、うん、そのぐらいシステムにいろいろ疑問もあるね。問題はあるけど、そんなことよりもね、今回ね、時津川で新しくね、あの時津海がなったけどね、驚いたね。現役でまだ取れる人がね、無理やり引退させられて、まあ本人が引き受けたんだけど、うん、時津、風という時津風部屋だね、うん、株をもらって双葉山のところだね。そうです、うん、あの先代が豊山です。双葉山相撲道場ですから、はい、はだけどね、もう時津風親方というふうになってるんだね。あのつまりその前のやつはその殴り殺したってやつだろ、リンチ殺人。ああ、ほぼリンチ殺人の線が固まって警察も逮捕に踏み切ると思いますけども。ああ、ね、だけど全然なんか当人は感じてなくて、ちょいと小突いたぐらいな。いや、それは嘘言ったんだよ。それでもうね、嘘だって限りがあるんじゃないの。初めは文句言おうとしていろいろ作戦は、そしたらね、あのそうです、弁護士を頼んで、その書いた記事を書いたマスコミの方を訴えるとか、うん、それを訴えたり、あるいは教会を訴えるとかね、身分保障のためにね、上申書を作ってたんだから。だけども結局全部やめた。で解雇に応じた。今なんとなく寝込んでるとかいろいろ言いますよ。解雇してんだ、こうやって、うん、あんまり面白くない。それでね、あの理事長っていうのは北の海、北の今は北の海に責任追及のね、マスコミの矢はそっちに向かった。でも逮捕になったらばね、うん、前の時津風親方が逮捕になったら、これはもうね、北の海理事長は辞めざるを得ない。辞めて何になる？え？何になる？いや、単なる相撲協会の一員、ね、職員だよ。職員って言い方は変だけど、親方だよ、うん、親方でも結構なお金1000万以上もらうらしいから、うんうん、理事長はすごい責任がある立場なんだよ。話が飛ぶけどね、あんなの国民、前も言ったけど国技とかね、大相撲とかね、うん、なんか守られててね、まあ、ある程度ね、公益法人ですから内容は大して面白くないしね。あそこのくれる何、あの弁当、あ、茶碗についてな、うん、なんか焼き鳥かなんかって、うん、そうそうそう、よくあんなものを出すよな、うん、よく出すんじゃないよ。もう値段の中に、入場料の中に末席、買ったらば相撲部屋がくれちゃうんだから、相撲のお茶屋がね、くれちゃうんだよ、無理やりよ。で狭いとこに4人座ってみんなお土産やってさ、ああ窮屈なとこでもうバカみたいな。あれ4人ってちょっと無理だよな。無理だよ、3人だよ。ああ、だけど切符は4人分だよ。ああ、ね、だけど切符の、額面で買えるんじゃなくて、それの、3倍も4倍もするお茶屋にお金払う。どうもな、相撲取るなんてろくなものいねえからな。頭、まあ、いいや、そりゃ総民知恵が回りかねえ。そうそう、もとも高徳は総民知恵でも高が知れってのあるけど、あんまいね。我々の野球、ちょっと先生に聞きたいんだけどね、1年間を通して一番勝率のいいのが、これがリーグ優勝ですね、うんうん、そうそう、セとパと2つあるから両方で戦って日本一ってのは分かりますよ、うん、日本シリーズ、ね、うん、と今なんか3位と2位がやって、勝ったのと1位がやってですね、で、まあ、途中は省いて、その3位でも年間3位でも日本一になれるんですね、うん、なれます、システム敗者復活戦と思えばいい、うん、まあ、そこまでは言わないけどね、とにかくね、なぜかというとね、リーグ優勝決めちゃうまでね、もうほとんど決まってて、だら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 やったって客は来ないしね、テレビ中継ないしね、意味がないと分かった。それより目先を変えてもっと客を呼ぼうと成功してるんです、クライマックスシリーズ、うん、とりあえず今いいですよ、うん、とも来ると思うからやって、こんな客を返すためにやったわけじゃないってことは分かりますよね。だけどそうなると3位がね、うんうん、6チームの3位がね、うん、いや、3位同士で日本シリーズやって、どっちかが優勝してって、そういうバカなことが起きますよ。
起きるよな。起きてもそれはいいんですよ。シリーズがそこで優勝を決めたら終わる。だけど価値は、日本一の価値はそのシリーズで勝った方が高いというか大きいと。本当はね、本当は勝ち抜いてきた方があるんだけど、はい、そのなんとかシリーズっていうの、クライマックスシリーズで勝ったのは日本一でございって、うん、それが1位ならまあともかく3位が言うっていうのは、うん、これちょっとな感情的にはな。でも野球ファンはな、面白いからいいんで、どこが優勝してもいいんだ。だったら全部集めて6位までやって、6位と5位とやって4位と3位と、また4月に戻っちゃう、開幕に。いいじゃねえか、それ客が来るならば。いいじゃねえかって、冬に向かってそんな長くだらだらやれないんだよ。要するに野球人気がね、もうダウンね、ダウン。こうなったけども盛り返そうという目先を変えるという宿泊がアメリカに生まれてる。こういう話が昔あってね、海岸にね、夏ですね、うんうん、脱衣場、その頃のね、で、こういうそのね、うん、日本一っていうの看板が出たっていうんだな、したら隣に今度は、東洋一ってのが出たと、ね、当然だな、それは、今度はこっちの方へ、うん、世界一ってのができたと、したらこのところへ海岸一ってのができたっていうね、最高、それが。それが一番最高と同じようなもんでね。落語にもあるの、それ。いやいやいや、そういう話がある。なるほど。例えばその、うん、こっちの設備がなんとかで、こっちは負けずにどうのこうの、うん、でここで入り口はこちらって書いたっていうのはね、それになんか近いような感じがしてね。そう、ちょっとごまかしというまやかしというかね。そうそう、まあ、こっちの話の方が粋だけどな、うん、でも野球がさ、蹴りがついてからまたちょっと蹴りをつける。だ道平陽子です。男子チンペイ言いたい放題、会長に飛ばしています。でも控え室ではお二人、あそこが痛いの、ここが悪いのと愚痴が多いようです。でも下だけは絶好調です。では今週もニュースニュースニュース。ただ私たちにできることは、永井さんがやはり、まあ、口癖にしていた、まあ、そこに誰かが行かなければならないんだったら行かなくてはいけない、伝えるべきことがあるんだったら行かなければいけない。ミャンマーで取材中に銃弾に倒れたジャーナリスト永井健司さんの葬儀が8日南青山でしめやかに営まれました。遺族や関係者をはじめおよそ1000人が最後の別れに訪れました。政府は9日北朝鮮への制裁を延長することを決めました。拉致問題の進展が見られないことなどに対する圧力で、今月中旬からさらに半年の間、北朝鮮の貨客船の入港や輸入の全面禁止、そして高級食材の輸出が禁止されます。問題になっている燃料はキティホークの1日の燃料の消費量にあたる20万ガロンであり、ペルシャ湾に行ってイラクでのいろいろな活動に使われるような量ではない。イラク関係のことで使われるということは現実的にはありえない、こうはっきり断言されてます。当時の官房長官として、この見解は正しいんですか、間違ってるんですか。私がその捜索したわけではなくて、すべて防衛庁もしくは所管の部署から得た情報に基づいて発言されているわけでありますので、その内容についてですね、審議について私は今ここで申し上げることはできません。国民の皆さん、今の答弁でいいんですか。本当にちょっと待ってください。いいですか。官房長官といえば総理に次いでの危機管理の要ですよ。記者会見したかもしれないけど内容は責任持てません。じゃあ誰が責任持つんですか。誰が責任持つんですか。ペルシャ湾に入れる量じゃなかったというこの福田官房長官のこの発言は明らかに間違いであるというだけでなくて、それでもってイラクでは使われていないという根拠にされてるんですから、こんな間違いがですね、単なる事務方の間違いで済まされるんですか。総理いかがですか。当時のですね、情報にの取り方にミスがあったと、まあ、こういうことでありまして、何が悪いかといえばですね、そういう情報を間違って入手したというところに問題の
原点があるわけですから、このことについては防衛大臣も謝罪申し上げましたけれども、私からもお詫びを申し上げなければいけないと思っております。今出た映像は予算委員会ですがね、うん、福田さんがまあね、うまいというよりね、相手にしないというかね、まずいとすぐね、大きなミスでしたって謝っちゃうんだから、これはねちょっと喧嘩にならないよ。だからね、あのね、20万トンか80万トンと、確かにこうトンじゃないよ、油ですよ、うんうん、ガロンか、そうです、うん、あれね、うん、軍事機密だから当時ね分かんないんですよ、うんうん、そう言えばいいのにね、うんうん、事務方に責任をするからいけない。あ、そうか、答え方が、だ当時は軍事機密だ、うんうん、である年限経つとアメリカがね発表しましたからね、ディスクロージャーしたんです。そうです、あれも結構汚いんですよ、うん、だから散々軍事機密だって隠しといてね、うん、ディスクロージャーしたからね。でもそれは軍事機密も時効がありますから、そうそう、何十年前もいいし2年前でもいいんですよ、いいんだけど、今のね聞いて、カンナオとかイラカンつんだけどね、わざとらしい芝居やったでしょ、国民の皆さんと怒るだろ、なんか頭丸めて嘘ついて、ぐるぐる四国の回ってやつだ、ぐるぐる回ってないよ、 2,3 箇所テレビカメラの前でやっただけなんだから、だ国民の皆さんというのもおかしいね。おかしいよ、あれ国会の中で予算委員会でやってるわけだから、そうそうそう、相手に言うべきだ、うん、だからそれがね、選挙を意識したねパフォーマンス、委員の皆様とかね、あ、まあ、そこに集まってる、せめて我々言ってるからね、国民に言いつけてくださいとかさ、そういうやりのにさ、官なんて読みようによってクダなんだから、クダは空っぽか、空っぽ、まあいいけどね、民主党もね、今回の予算委員会はね、もういいバッター揃えて、まあ野球じゃないけれどもね、すごかったね、あれね、トントントンと代表が集まってね、そうそうそう、ね、だからさ、これ全一緒になってこうやってみんなで攻撃してるけどね、うんうん、個人同士は仲悪いからな、みんなね、いやそれはもうだって権力の世界、いやまとまりしねえんだからね、民主党はもうなんかガタガタ来てますよ、うん、自民党だってまとまらねえのと同じようにね、あ、なんだっけ、アイソフ、ああそうそう、これは難しいから置いておきますけど、ああそう、小沢さんの考え、ね、あれを認めなかったら離党してくださいって、うん、すごいね、あれだから小沢さんっていう人はね、久しぶりに、久しぶりですよ、同活ですよ、まともな脅しじゃないな、いやだからね、あんたみんなビビるんですか、いやビビるというよりも、お前らやめとるのかっていうやつない、いやそれは、それはだって党を辞めるってことは大変なことで、党も移流しますよ、ただ小沢さんは昔から同活するから側近がどんどん離れていくというね、やっぱり党首になれませんよ、どんどん逃げていっちゃう、僕ならないもん、あ、ならないからな、九州中心に金集めにかかって親分になってるじゃん、だけど嘘ばっかりついて、いやだけどエジプトのねこの研究所偉いんだよ、考古学ビル、ビル建てちゃってさ、一生懸命用意してね、いやだってその間テレビ買ってもらったじゃん、そうそう、敬老プレゼント、それ忘れた、あれ敬老割引2万円すごいだ、ね、すごいよ、敬老プレゼントだよ、敬老の日に行ったんですよ、偶然だよ、それ偶然なんですよ、だけどね本当すごいの買ってもらっちゃってね、俺はもう大変ですよ、でも次の日言っちゃったって、またそこまで言ってない、俺たちさっきせんべいやったから何か言えよ、せんべい壊れたせんべいだけど、いやあのせんべいはうまいねだけどね、であれどうなんですか、僕はねこのまんまで行ったら、はい、うん、12月前に解散するんじゃないかと、あ、そういう可能性はそれはゼロではありませんよ、いや、うん、だって新法も日中もさっちもいかない、うん、これはダメ、うん、そうしたらそれしかないでしょ、まさにね、うん、延長という今の法案はもう捨てますよ、もうダメでしょ、新法来週出しますよ、うん、出してね11月1日に成立するはずがないんですよ、うん、時間的に、で国会延長ですよ、だけど ね、うん、非常に腹立つのは、うん、新法の前にダメになるの分かるから、うん、11月1日に、うん、あの海上自衛隊帰ってこなきゃいけない、1回ね、でまた行ったとしたらね、うん、往復の運賃誰が払うんだって、いや税金ですよもちろん、でそれを分かった上で民主党はああいうことやってるのか、いやそれよりも何よりも国際的にどういう立場なのか、だったら帰ってきたら二度と行かないようにしてほしい、いやでもそれはまた法律がね新しい、だって我々の税金でやってるんでしょ、僕なんかもう本当にあのお金の半分もらいたいよ、ハックスのためにそれどころ違うでしょ、国際貢献のためには税金払いなさいよ、いや僕らは国際貢献よ、いやエジプトの話でしょ、でエジプトの狭いところで掘ってるだけじゃないの、それがえ違う、違うの、もう世界中の国から来て競争してオリンピックみたいなところで、我々はお金のないところ頑張ってんだ、うん、何言ってんだよ、国際貢献、インド洋の給油問題だって、だってあんなの5カ国じゃない、5カ国でやろうな、こっちは40カ国だよ、国の数じゃないですよ、数でしょ、世界の中心の国がテロのために何をやってるかという問題だよ、すいません、世界の中心の米仏英、うん、みんな来てるんでしょ、うん、エジプトへ来て、エジプトの話、だから世界インド洋の給油の話だよ、何を考えて、給油の策ちょっと頼むよ、黙ってないで何とかしてよ、この邪魔者を、今日のことは今日のことはどうぞ
ではじゃあね、福田さんもね、政治資金問題でね、ちょっとミスがあったんですよ、うん、ね、で追及されたらね、大きなミスで悪いというぐらいにもう謝っちゃう、うん、でもそれ以上追及できない、謝っちゃうとね、それを言うのは日本教として野暮ってことになっちゃう、あ、それもあるね、うん、小沢さんの政治資金ってのはね、知ってるでしょ、お互いにね、政治家やってたんだから、お金がまあいろいろ集まってきますね、うん、献金あるいは政党助成金で、それでもってね、マンション買ったりしてるんですよ、うん、買っちゃいけないんですよ、政治資金では、でも買っちゃってるもん、買っちゃって持ってるんですよ、ね、そしてそれを人に貸してるんですよ、これは絶対いけない、法律違反なんですよ、うん、でも小沢さんは法律違反じゃないんだって突っ張る、法律違反ってことは捕まっても死がないでしょ、いや捕まるとこまではいかないでしょうね、法律違反といってもスレスレで裁判にかけるとか、そんな大げさな、だって今の酔っ払いなんて言うんだって捕まるんだよ、え、酔っ払い運転、酔っ払いんでは法律で絶対ダメだって言ってるから、だってそれだって法律で絶対ダメなんでしょ、これが政治資金規正法という特別の法律ですからね、非常に裏があるというか抜け道があるんで、おかしいよね、抜け道があるったって法律は法は法だからな、そうそう、その抜け道があるってことを認めちゃうと、その売春防止法じゃないけども、うん、何でも可能になっちゃう、ね、可能になっちゃう、ただし本人が法律違反じゃないんだという、それをね絶対違反してるんだという、そんなこと言ったら殺人犯とか窃盗犯なんかみんな私はやってませんって言っちゃう、ちょっと待って、そういう形に現れたのってね、資金の流用とか、形に現れてるじゃん、同じですよね、現れちゃったんでしょ、同じでしょ、資金の流用というなんか聞いてるとね、うん、てめえも散々やってたからね、そっちの方の味方してるよ、自己弁護に入ってますね、自己弁護に入ってますね、何を止めようとするの、僕はぶってって本当のことを言うからね、腹が立ってね、あれぶったりするよね、嘘から笑ってられるんだけど、この野郎やれやって、それで先生何、それで福田さんがのらりくらりってけど、あの答弁の仕方でやればどんな問題でも逃げちゃうね、逃げれるというか、もうやり方だと、そうそうそう、驚かないね、振り上げたね、拳を下ろしようがない、そのうちあれじゃない、すいません、そう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 、どうしようね、すいません、どうしようねってよりいい ね謝っちゃえばいいんだよ、さっき解散って話は出たけど、ね、はい、解散に追い込むために民主党は小沢さん中心にすごい戦略を、でも今のようなやり方で追い込んだら、うん、民主党負けちゃうかもしれない、だから民主党は勝てない、だって今見てるとね、なんか小沢さんの悪いように見えちゃう、あエバってんだ、悪いことして、うさんくさいからね、いや、うさんくさいっていうか悪いことしてエバってんでしょ、そうです、片っぽは悪いことして謝っちゃった、そうそうそう、どっちが可愛いのってのは変わって謝っちゃったわけじゃん、印象としては、印象としては今解散した、でもそれはね、それは解釈の問題で、小沢さんたち民主党は今だと思ってますが、解散に追い込むね、力もなきゃ戦力もない、知恵もないよ今の民主党は、でもよくやった、何があればから解散に追い込めんの、やっぱり相手が弱くなきゃダメですよ、だって弱いじゃん、謝ってんだもん、弱いっていうのはね、追及二の矢三の矢が放てるという相手が弱いんで、うん、安倍内閣ですよ、うん、福田内閣になったら、どこが違うのかね、あれ、いや、みたいなもんだよ、いや違うんです、自民党予算委員会っていうのはね、本当やってんだけどね、違うんだよね、うんうん、お互いやったんだからね、うん、人の話聞いてないけど、まあいいや、それで一旦コマーシャルしてるけど、先生どうする、いや耳が遠いんだよ、あそうだ、目が悪いんじゃないの、あ 目が遠くて目が近いんだよ、しょうがねえで、ちょんべん時間になっちゃった、コマーシャル、最近お二人はデパートかなんか行きますか、デパ地下とか、デパ地下大好き、大好きでしょ、うん、大好きだけど、ただで食えんの、あれ、え、そう、ただで食え、ね、同じこと言って、そうだよ、試供品というかね、うん、どんどん食ってくれって言うんだから、食わなかったら失礼だよ、試供品というかね、あのこう置いたってね、あ、そうそう、うん、あの用事が刺さってる、そうです、なんか取らないと悪いような気がしてね、いやいや、もうどうぞ取ってくださいって、あのお腹気をつけてください、食べ過ぎ、端から食うのは癒やしいよね、だって刺さってんの、大学教授が刺さってたって、端からって一つの用事で刺さって、また違うね、またって、それでしょ、で用事も取ってくるんだよ、どっかでね、いろんなところを掘るのとなんかつながってるつながってる、そうか、でもいいや、あのね、何かっていうとね、40年前ね、うん、新宿のね、丸物というデパートが、うん、知ってる、知ってる、知ってるでしょ、うん、閉店した時にセールをやったんですよ、その時の映像が、うん、まさに現代のね、セールでね、バーゲンセールでお客が殺到する、同じだから、ちょっと見てください、はい、参考までね、はい、どうぞ、いや、デパートもね、もうセールで客集め14万人、まあ、この時はね、この時はもう半年以下でもう投げ売りしました、ね、前の話でしょ、まあ、前もそれで14万人ってすごいと思うんですね、すごいですよ、だけど今はね、うん、あのまあ、今だって前になるのか、ほとんど客がいないみたいで、家具なんて、または電気用品なんて、うんうん、秋葉原ってのはあるのにデパートで買うわけないじゃないかと思う、ね、だからデパートで 電化製品、家電製品はないです、でも家具はデパートちょっと飾ったりね、 ありますでも誰も日本だけ、ね、日本で屋上なんか行って、私あの小鳥だとか、おーおー、ああいうの好きだから、いろいろあって、子供がいたけど今
ほとんどいないよ、あの、たまにね弁当食ってますけどね、なんかデパートって今ね、衣料品とかね、うん、食べ物とか、いや、まあ、食べ物ね、小物とか、うん、そういうものに集中してますね。いや、そうしないと高いものは確かに売れなくはない、少しは売れててもブランドはあれみんな店貸してるだけですから、自分のところで売るのは、あ、ブランドは全部貸してる方がや、あの、儲かるんですよ。第一、あのデパートってね、自分で買い取るなんて少なくてね。そうそうそう、うちの父親は昔あの職人やってた時に、ね、うん、三越に出てたんだけどね、うんうん、お金は3ヶ月後とか5ヶ月後。そうですよ、だって昔はさ、デパートすごい強い金くんないじゃん。うん、その通り、うん、で売れなきゃ返すとかね。そうそうそう、デパートを殿様にしても返す、その通り。でも今はねデパートね、もう売り上げは落ちてるしね、スーパーもコンビニもそうですが、苦しいんだよ、客が買ってくんないんだよ、うん、デパ地下に来て上に上がってくんないんだよ。あら、いやいや、そうエレベーターがみんなこれだけになっちゃったわけ。みんなこれ、みんなこれって、これやるなら買うよ。じゃあ3人の正しいじゃない、いや、だからね、でもデパ地下だけで上行って買おうって人いないんだよ。でこの頃はデパートは物を売るってとんでもないんで、この頃遊ばしてくれてついでに物を買うという時代になったから、デパートの競争相手がどんどんできちゃったから、商業ビルいろんな。いや、だってデパートをね、今、うん、東京駅の大丸が閉店セールやってるし、うん、あそこ移るんですって、うんうん、もうすごい統合しますからね、うん、3割4割ザラです、うんうん、安くね。でも今の人はね偉いよ、お金の使い方を覚えたっていうかね、安くていいものだったらば買う、普通のものは買わない、特にデパートは高いから。その割合ね、たまに例えば伊勢丹でもね、うん、高島屋でも行くと、うん、食堂が混んでる。ああ、なるほど。もうザーッと並んでる。うん、ああ、それはあの、なんでだろう。ご飯時は一番上よ。うん、わかります。もう一日中混んでる。ああ、そうですか。うん、あ、行かないからな、お互いに、ね。今あの食べ物屋でもその、うん、さっき言った有名な。うなぎ屋とかとんかつ屋とか寿司屋とか洋食、そういうのに貸してるケース、それから昔みたいにあのお子様ランチからうな丼からそういうのもありますか。あります、デパートでやってるのもある。あれがね、またね、いいね、あれいいんですよ。いやいや、大食堂ですよ、いわばね。それもあります。だけどね、今ね、家元言ったようにね、で有名店に貸してますよ、家賃収入売上のねパーセント、そっちの方がいい商売なんですよ。ただしデパ地下からですね、デパ地下に客を集めて上に来て何か買ってという、これがダメになっちゃった。ダメになったっての気がついてるけど、やめらんないの。やめらんないよ、あれだけの広いとこ持ってさ、ね、だからデパート同士がくっついたりいろいろしてますけども。デパートにもすごいでしょ。すごいです、すごいけどもね、うん、さっき野球の話家元しましたね、うん、あれがね、で野球場作っちゃうから。いや野球無理か。そうだ、金かかって何もない。いやでも例えばそれは大場の言い方だけど、いろいろあるじゃないですか、うん、寄せあまり客が来ないだろうけど、うん、なんかいろいろ考えたらと考えてるけど、話してみると寄せが結構今混んでるらしいでしょ。寄せも混んでる、デパートの話だから、うん、ちょっと待ってよ、うん、あのね、自慢話一つしていい。あ、いいよ。デパートでね、これ松坂屋なんですけどね、ある時ね来ていただきたいってんで大変豪華な招待されたのね。でそこ恩人だっていう、なんだったらね、あのね、品物をね、テレビでね、自分の番組でテレビでこれ特別に一人か二人に安く売ってやったらどうですか、喜ぶんじゃないですかと、こう言ったわけですよね、特別に一人か二人にね。そしたらやっぱりデパートはこれがいいね、全部に売っちゃったな、安くな。ああ、だ 今みんなやってるそのテレビショッピング、それが一人か二人だと思ったんだ。テレビショッピングの最初は俺なんだ。アイデアな。アイデア、うん。だけど商売人じゃないからアイデアだけで。アイデアだけですよね。うん、ただで疲れちゃっただけ。そういうこと。お礼だよ、だからありがとうございます。ああ。お礼もらったんですか。まあ1位、まあ、まあ、もらわないけど、1位安くなんだけど、銀の皿だかなんかそんなようなレストランでいつも行くと、あの金は取らなかったことありますけどね。はい。でもそういうのがね、今当たり前になっちゃって。でと同じようにね、なんか考えりゃなんかないのかね。いや、考えてるの、考えてお金投資してね、リニューアルしてるの。でも客来ないの。来ない。だいたいあそこのところへ、なんかトルコブロじゃなくて今、なんかファッションヘルスだとかね、やはり足の裏だとかね、いろんなその裏。それだけでデパートがあの建物いっぱいになるほど客は来ないよね。潰れろ。今日は家元、シナトラの歌をたっぷり聴かせてくれるという、うん、まあ、たっぷりと行くかどうかわからんけど、ね、松田君、シナトラとビングだとかね、うん、あのサミー・ディビス・ジュニアだとか、いいね、いいね、サッチモだとか、いろいろね、うん、取り合わせてね、うん、あのね、こういう紹介の仕方どうかな。私がね、ジングルベルズのね、あの歌だけ集めたんですよ、うん、ね、そのエラはエラでもって、あの、ありますね、ジング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 オーザウェイって言ってスキャットで歌う、うん、その後のパッドブームはジングベルロックンロールで歌ったりね、いろいろビングはジングベルジングベルジング、うんうんうん、
あのアンドリー・シスターズとか、うん、いろんな思考を凝らしてるの、うん、なるほど。でそういうアレンジでな、アレンジいろいろと。シナトラはねジングウェース歌ってるだけな、普通にそれが一番いいの。ああ、これ全部シナトラでしょ。シナトラです。だからとにかく、まあ、あそこのまあまあまあ、歌の世界の親分ですけどね、うんうんうん、すごいよ、あれエジプトさんもあの知ってるやん、シナトラ。知ってますよ、それはシナトラのファンだもん。だからその程度僕だって知ってますよ。知ってるけども詳しくも何にも。苦味走ったのはいいじゃん。何が苦味走ってるって知ってる。これ苦味走ってんの。知ってますよ。いい男だよな。知ってますよ。あ、まあ、若い自分からアイドルでね、あのキャーキャー言われててね。そう、シナトラの曲だったら何でもいいから聞きたいっていう感じだね。分かった。それじゃあ、あの、富藤氏か、まあ、まあいいや、どうでもいい、まあ、歌は聴いた方がいいよ、ここで能書きなんぞ。いやいや、歌だけじゃないよ、映像も出るでしょ。映像出る、ね、じゃあ楽しみ、はい、映像、はい、これ映画じゃないね、今のはテレビショーか。テレビショーな、まあ、ブルースの誕生って、うんうんうん、あのビングが歌って嫉妬したという曲ですけどね。じゃあシナトラのそうテレビショーだ。全然傲慢なやつでね、あの、まあ、つまりね、ミスターっていう紹介仕方するのは今の、うん、アームストロングとかね、うんうんうん、それからキャグニーだとかね、うん、それは普通でしょ。ミスターはかなり、いや言わないんだよ、彼は。だから言わないんだ。特別にサッチモの場合はあのミスター・ルイ・アームストロングって言い方しますよね。この場合は呼び捨て呼び捨てなの。呼び捨て、チンペイとかこういう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。いや次はチンペイさんでしょ。いいんだよ、言われたって。例えばね、いい、言われても全然気にならない。そうそう、バラチンとかね、そうそう、セコチンとかね、そんなこと言わないよ。それは良くないよ。さすがに聞こえてる。聞こえてる。まあ、あの中年になってね、太ってきてからね、いい顔になってね、うん、でまあ俳優だからいろいろ恋もあって、エヴァガードナーをどうのこうのとかっていろいろありましてね、まあまあともかく、うん、じゃあ今度プレスリーと歌ってるっていう珍しい。そんなのあるの。あるんですよ。これちょっとテレビショーだから、まあまあ、そういうこと。ゲスト呼んで。そういうことね。ああ、なるほど。こういうの日本のテレビじゃ全然やらないね。でもね、うん、ボポープショーだとかね、うん、ディーン・マーチンショーだとかね、うん、今の12チャンネルっていうかね、うん、どっかでやってたこともあるの、あんまり。それ買ってきてね、版権っていうかね。そうそうそう、うん、でそれらを私はまあ持ってますけどね。あ、そうなの、うん、あ、テレビ VTR かなんか撮って。マニアだからね、いろいろ、まあ、またその撮ってた人からもらう。だから色は悪いですよね、うん、これがあのオーシャンイレブンですよね、うん、あ、11人の仲間、これあの、うん、リース・マイルストンっていうね、西部戦線異常な人ってね、うんうん、それきれいになってたんだけどね、そういう監督、うん、それで最後にこれ、まあ、最後ペみたいに撮ったっていう。これでもこれ当たってる、当たった評価どんどん出てるでしょ。まあ、シナトラ一家と俗に言って、うん、ディーン・マーチンと、うん、それからサミー・ディビス・ジュニア、うん、それから、ジョイ・ビショップって漫談家ね、うん、それからあのピーター・ローフォードっていうケネディ の、うん、あの妹の亭主って言い方も変なんだけどね、うん、いろいろこの仲間っていうのは、うん、あのこれアップで、ね、これシナトラのプログラム、これはあの、熟年というかな、あの、うん、いい顔になってきた。いや、いいよ、それは。この裏もいいですね、いい顔してますね、うん、若い時よっぽど話せる。そうですね、いいですね、これは、うん、日本でやった時のですね、うん、そう、これもそうじゃない。これはあのシナトラインジャパンって書いてありますね、うん、だけどこの人確か日本嫌いなはずよ。あ、そうなの、うん、だっけは日本人なんだ。でも金くれればアメリカの人は出てくるよ。来る、金もらえや来る、うん、そうそう、すげえ金だよ、もちろん、うん、ああ、そりゃそうですよ、うん、だから日本のコマーシャルなんか出てる俳優ってのはあれ、うん、シーッ、アメリカ行くとシーッ、内緒ですよ。ああ、そうなの、出てるの恥ずかしいんだ。恥ずかしいですよ、うん、そうそう、ジャップなとこ国なんて出てるってのは恥ずかしい、わかるよ。総理大臣、ね、そういうやめてもらえ、総理大臣にならすぐ挨拶に行くような、うん、来るようなこんなセコい国、今度福田さんもアメリカ行くからね。行くよ、だから、うん、そういうセコい国なんて相手にしないんだよ、うん、本当だね、うん、でもこれだって、あんたなんかシナトラ知ってる。知ってます、もちろん、はい、知ってる。どのぐらい知ってんのよ。え、どのくらいっていうか、結構聞いてますよ、シナトラの。それはみんな当たり前だよ、なんかあのジャズ大好きなんで。シナトラ、シナトラ何言ってんだ、分かんない。全然まとまらないです、ま、次見せてよ、早く。いや、今の3人組誰と誰だから、ビング・クロスビーと、うん、ビングに憧れて歌手になったっていうんですね。で、ディン・マーチン、ディン・マーチンは漫才ですね、うん、あのマーチン・ルイスっていう、ね、うん、で、あのルイスの方はなんとかなるけど、別れた時にこれはもう落ち目になるだろうと、ダメになるだろうと言われたんだけど、歌手として成功しましてね。あ、そう、ディン・マーチン、ね、ディン・マーチン、うん、それから今の歌はオールマンリバーって、あの消防との時のオールマンリバー有名だ、あのオールマンリバーってあの消防とで、あそこであの黒人ってことはいけないのかとか知らないけど、いや黒人が歌ってる、黒人が、うん、色の白くない人がもう、うん、あのいろいろ、うん、
あれがああいう陽気な曲になってくるっていうね。だからね、なんだっけあれ、シニアのグレンタイ、それではこれにあれにサミー・デビス・ジュニア加わってね、うん、4人でやってるっていう、うん、ピーター・ホークなんかが出てる。やっぱアメリカでも豪華賞なんだな、あれな。しかし、あの一番最後にさ、座ってたのこう押す、うん、あの、大スターが押すところが、全く見事に、シャレですよね。シャレてますね。ああいうの、日本の歌手もやってほしいね。いやいや、いいよ。北島三郎さんが押すとかね。俺たち、これ片付けよ。いや、スターじゃないから。あ、なんだよ。あ、そうか。失礼いたしました。お待たせしました。チンダンチンダンのコーナーです。今や当たり前になりつつある海外旅行ですが、今日はちょっと変わったお土産話が聞けそうです。早速どうぞ。あのさ、うん、田原総一郎、田原総一郎まだ検討中だ。あ、そうで、次は誰呼んでる、はい、今回はですね、大物司会者ですよ。ゲストにね、呼ぼうとしたんですがね、誰やろう。これミノモンタ君、うん、これをね、ミノモンタってのお前が名前つけたんじゃない。そう、そうなんですけども、うん、忙しいから交渉したらね、検討中で年内は多分無理だろうと言うんで、うん、今日は呼べなかった。申し訳ございません。なんで謝るんだけどとにかくね、海外旅行行ったって顔ものがないんだ、お土産に。そんなことないですよ。いやいや、だから普通の人はもう買うものがないと、ね、ブランド買いたくても日本のがいいからとかって言うけど、先生今日は何ですか。これはブランド品なんてお土産って言わないじゃないですか。だから昔は日本人そうだったんですよ。やっぱその国を代表するようなものを買わなきゃ、うん、その通り。それが通りだ。そんなやっぱりそう変わるね。捨てる意味が分かんねえんじゃないの。いや、分かってますよ。いや、だってね、その通りさっきね、うん、何あのこれガテマラなんですよ、うん、これがガテマラ、ね、ガテマラってどこだって話になって、うん、地図見せよったらね、うん、地図見ると混乱するって分かんないって言ってましたからね。いや、どこガテマラのところが知ってますか。知ってますよ。中米の国ですよ。小さな国、あの群馬県の上の方で知ってる。知ってますよ。群馬の隣ね、太田の隣ですよ。太田が太田市ですよ、あれは。そうそうそう。でこれ見てください。ガテマラっていうのはマヤ文明の、そう、マヤ文明の南のところ、うんうん、まあ、マヤです、基本的に。マヤですよ、でもこれは買ってきたんですか、お土産。もちろんですよ。高いもんじゃないでしょ、もちろん。もう僕が買えるくらいですから。分かった。っていうことはこれから僕の部屋はお土産博物館となるんですよ。ほう。もう全部でね、120カ国ぐらい回った中の60カ国はお土産買って、うん、っていうことは高くてバカバカしいっていうんじゃなくて、こういうお土産を買ってこいという人たちの日本ですね。例えば、ね、じゃあまずこれ、これなんですか。神様、これトウモロコシの神様なんですよ。え、トウモロコシなの、これ、うん、でだからあの豊作の神様ですよ。あ、なるほど。ガテマラの人とかね、メキシコの人って、うん、トウモロコシは主食だから、うん、トウモロコシを粉にして、うん、それでトルティアって、そうそう、聞いたことあるけど、この頃はもうバイオでね、うん、あれですよ、ガソリンを取らなきゃなんないみたいな、そういう時代になってきたよ。だからトウモロコシで値上がりして困ってる。その通り、その通り。ブラジルでもそうです。そうそう、サトウキビとかね。すごいね、これ神様。だからもうトウモロコシ今や神様になって、昔も神様。そう、豊作を祝うための神様 で、これが木彫りですか。木彫りです。うん、これはね、シタンとかコクタンとか硬い木です。これいいね、うち買ってきて置いてある。これはそのまあ、これで、ね、500円くらいですよ。都市のお土産も、そうそう、物売り場ね。そう、お土産屋、うん、どこでも買えるだけど、これ高いよって言われる、その気になるね、分かんない人は。そうそう、だからね、3000円って言ったって4000円って3000円って来たら100円って言うんですよ、うん、あ、値切るんですか。そうすると向こうが2000円って来たら100円って頑張る。あ、それね、あ、だから3000円って言ったら入って買う人がいるから500円。でも日本人って買っちゃうよ。でよく考えてみたらね、うん、値段なんてのはね、うん、合ってないようなものですよ、うんうん、交渉してるかも。そうそうそう、だから今、うん、交渉して利口は安く買えるし、バカ、その高く買うっていう、人がいいとね、そういう、うん、知恵が使いようがないね、うん、負けろなんて言って。でも最近ね、メーカー希望価格ってしか書いてないからね、うんうん、もうあれですよ、電気屋さんなんか行ったらね、うん、このチュッ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 ペッ、もう全然発展途上国と同じになっちゃった。あ、なるほど。ね、うん、これまあカットしてもいいんですけど、ね、余談でね、これニューデリーですよね、うんうん、コンノートのところのね、こういう生地売ってるところでね、ラッパーがあったの、はい、ね、それ買おうってね、いくらだったら2000ルピーだってから、うん、ノーっつったのね、うん、これ1000ルピーにしろっつったのね、うん、そうするとおーだっつとね、うん、1900ルピーって、ノーノー、1000ルピーだっつってるじゃない。オーケー。分かったよ。ほとんど1800になる。ずーっと最後までやって、やっと1000にした。うん、そこまでね、バカバカしい、うん。でも楽しんでんでしょ。どうだか知らないけど、こっちはいかにしろって言ったから、うん、一緒に行った連中、連中って友達にね、うん、
もう一つラッパンあるけどこれ2000ルピーで買わないかって思う今俺に1000ルピーで売っといてっていう、うんうん、我々としてね、面白いで15これペソでしたけどこれスペイン、うん、15ペソのものをね見つかって45でしょ、うん、これがわからない、うん、どうやっても計算できないこれね、うん、あの3つ買える人には高くするんですよ、うん、だって1個しか買えない人は安くしてもいいけどね、うん、我々だったら3つ買うから安くしろってでしょ、うん、そうじゃない3つも買えるんだから高く買える、うん、それは聞いたことある日本的常識は全然通用しないんだ、うん、で基本的に我々はね、うん、あの産業革命以降の資本主義で物をたくさん買うと安くなるとかねもともと原価があってのそれに流通費だなんだなんてそういうことを考えることがおかしいんで、うん、元を考えれば木はただで拾ってきて、うんうんうん、あの持ってるものでチュッ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 やって、ね、それでできたもんなんだから、うん、できれば100万円でも売りたいし原価がないから5円でも売りたい、うん、これ正しいんですよ、うん、これね21世紀の後半の衝動とかこういうふうになると僕は思ういや分かると思いますよ、ね、変な記事があるんでこれその記事も先に記事を見せてこの中にね何ですかちょっとその記事は何ですかこれ日本の記事ですかこれはねこれ入ってないのこれコーヒーです。あ、そうですか。コーヒーです。コーヒーの袋？そうそう。コーヒー豆が入ってるんですよ。そして売ってるんですよ。でこれがねちゃんとねコーヒーこれも自分で売ってる。ちょっと自分たちだけで見ないでよ。はい、じゃあいいニュースね。何これ？あ、コーヒー豆ね。いいニュースこれ。じゃあ引くんだな。引くの引いたんですよ。まあ、引いたの、ええ。それでねこれがね、うん、買うときにちゃんと閉まって、その値引きはもちろんですけど、ね、閉まったってんです。それで本当に何が入ってるか分からなかった、うん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 、それでこう積んであるんですよ、うん、でガボッと取ってお金ポンと払うんですよ、うん、それで帰ってきたらね半分以上が豆が入ってなかったっ、うん、なんだよそういう詐欺商品もあるの、 あのそれを詐欺というのは先進国の思い上がりよそうなの、うん、騙されたってだけだあなんだよ同じじゃないのいやいや向こうは面白がってるんですよ、うんね、これちょっと鳥の羽でね採掘これも全部今説明したと同じだと思えばいい？ガテマラだマヤ文明これ。ガテマラそのマヤ文明。これまたねあのインコとかああいう鳥がいっぱいいて、そうですね、羽を落っことしていくとね、うん、それをスーッと拾ってきて、うん、これはもう一生懸命描くんですよ子供が。ああ綺麗にあの細かく描いてるんですね。これ。ははそれで売るんだ。安いですよ。安いけど100円とか原価ただだもんね。もともとお小遣いになる生活費。一番高いのはこの額縁だって。僕の絵と同じだ。なんだよ。なんだよ。このお面がいいでしょ。これが気になったんだ。ね、気になったんだ。気になるとあのお祭りの時にみんなお面するんですよ。してますよ。うん、してるでしょ。うん、あのなぜお面するかっていうと、うん、神様の前で自分の素顔を見せるとですね、うん、いけないんです。非日常的に。マヤ文明だね、晴れの日だ。わかるよ。はい。うん、だから時々テレビでやってるから。そうそうそう。最近あの流行ってるでしょマヤ。うん、流行ってる。でマヤの基本はメキシコなんですけど、うん、実はこのティカルというね、うん、このマヤのティカルっていう場所があるんですよ。うん、マヤのあの都、はい。ここにはですね全部で5つのねピラミッドがあるんですよ。うん、これ全部ピラミッド。ピラミッドなんですこれ3つとも。で第5号まであるんですけどね。じゃあエジプトだけじゃないんだ。エジプトのピラミッドと違って、うん、これは上まで登れるんです。あ、そう。だってメキシコシティのピラミッドも登れるよ。登れます、うん、あのマヤ文明のピラミッドは全部登れる。あ、そうなんだ。だからエジプトのピラミッドとマヤのピラミッドの違いは、うん、エジプトは、うん、あの墓で、うん、マヤは神殿だ、うん、真っ赤な嘘なんです。あ、マヤのピラミッドからたくさんね、うん、あのお墓見つかってるんです。うんうん、エジプトのピラミッドから墓は一つも見つかってない。だから違いはたった一点なんです、うん、頂上を使えるか使えないか、頂上に登れるか登れないか、うん、なぜ登れるかというとこの頂上のところで儀式をする、うん、マヤは、うんうん、エジプトはあれが御神体なんだ、うん、分かった。だからエジプトは何の儀式ですか主に。例えばですね、あの星を見る、うん、例えばですね、あの犠牲を払う、あの、うん、少女の女性女の子をね、うんうん、生贄にして、うん、太陽神に差し上げて、うん、あの豊作を願う。いやそれは聞いたことあるよ、うん、それは当たり前だよね中国でも。すごいんですよ。もう見たわけじゃないけどね、うん、ペッて心臓を取り出して、うん、そして残った体を池に捨てちゃう。いや見たわけじゃないでしょこれ、うん、言い伝えですけど、うん、これだって見たわけじゃないって昔に今やってるわけじゃないですよ。そりゃそうだよ。見るわけないや。騙されちゃったよ。真面目に聞いちゃったよ。騙されたって書いてあるんだもん、その通り。僕だってピラミッドとかさ、うん、ツタンカーメンって会ったことないんですから、うん、あ、そうか。研究だもんね。みんなそうです。会ってないの？会ったことないですよ。売り合ったつっていくねえで。そうですか。いやいや違うよな。ツタンカーメンが子供の時のミイラ。カメアリで会ったって。違うの？
でもエジプトのピラミッドは登れないのね。じゃあ登れない。掘るのはいいのね。掘るっていうか掘れないでしょ周り石だから。確かに違う。登れる登れないって話と掘るのはいいのってのは全然話が違うじゃない。だって掘ってるからさ。新平先生をどっかに捨てましょうか。ちょっと待てよ。捨てるほどですね。まだここに生かしておいてほしいよ。つまり何言いたいのですね。何が言いたいのかっていうと。いやだからお土産だっつったんだよ俺。珍しい安いお土産をそうそうそう。また話が違うんだよ、ね、これねお客さんね、何お客さんじゃないよ、いや楽屋で、ね、国民の皆様、国民の皆さん、うん、本当ね宇藤福田が申し上げますがね、うん、本当にわからないよ、うん、もうね惚れるってのはどういうことなの、何がさっき今何がとも言ったのは、例えばこれピラミッド、ピラミッド分かってます、登れる、登れます、大丈夫です、ね、メキシコ登ってるんだから分かります、うん、メキシコ行ったことあるんですか、あれメキシコシティでメキシコずっといろんなとこ行ってますよ、これガテマラだけだ、ガテマラね、喜んでるだけ、マヤ文明、マヤ文明、いやそれで大事なことは要するに安くて、うん、いいお土産いっぱいあると、こういうねの国行ってその国の技術や、うん、材料その、うん、それを買ってきて、うん、応援しなきゃいけない、そうだよね、そんなね、うん、どっかでパリで作ったものとかね、そうそうそう、イタリアで作ったものをね、ブランドじゃ日本でも買えるからねそう、最後に何家元が出してるんですか、これね可愛いんですよ、これツタンカーメンの、ね、子供なんですよ、ツタンカーメンじゃないってよ、お母さんが子供を背負ってるこの、うん、子供ですよ、これが可愛いでしょ、これ神様、うん、子供を背負って明日の幸せを願って布ですね、布です、まあ、どうってことないけどもやっぱりこういうお土産の方がいいな、どうってことなくないですよ、素晴らしいじゃないですか、だって何百円で買えるんでしょ、だからそれは向こうへ行く飛行機賃がだって48万円だもん それまで言ったらもう48万200円だった、そろお時間となりました、家元締めのジョークをお願いします、どうぞ、種馬ってありますよね、その血統のいい馬、その子種がどうの、であれね、種付けの馬っていうのは、まあ、メス馬のところに行きますよね、そこのメスだっていきなり竹に行かないから、このメスを興奮させる役の馬がいるんですよ、でこれが行って興奮するだけ興奮すると外されて本命が行くんですねでこの種馬かわいそうなんですよ、行っちゃダメなんですよ、あんまりかわいそうだってんで みんな花束を送ったって言うんですよ、陳さん何の花束を送ったと思う、何聞いてないの、何の花を送ったと思う、花束、わかんない、わかんない、先生や、わかんないですよ、わかんない、カラタチの花であったカラタチのトゲは痛いやん